ダイヤサブさん対戦の方お願いいたします。さあ無限ダイナね、無限ダイナはぶっちけ神でなんとかなる。で多分ラオスもサフもパオジアンとかもう多分相手のポケモン全部その育成の仕方によっては神でなんだかんだできるんですよ。なのでとりあえずさてバードから入って神のラオスかな、これでいきます。さあ初手のこいつはキモいな。スカーフだったらやだな、スカーフだったらやだな、どうしよう。いやスカーフやだな。まあテラスタルはぶっちゃけ神に無理して多分切らなくていいんで、うん、別にそこまでなんで、ここでもう草テラス切っちゃっていいんすけど、いやー怖えなー、いやー切るか、切ろう。引っ込めた？ディンヌか、ディンヌか、あー、オッケーオッケー、ディンヌね。あ、ディンヌだったらいいわ。結果オーです。で、ここで引くってことは、相手スカーフじゃないのか？スカーフだったら引かないよな。カナタさんとシーラブさんに追いついた。カナタさんね、なんか今配信入れなくなったらしいんでね、ちょっとあれなんですけど。そんなことあるんだと思いましたもんね。俺の配信だけ見れないらしいっす。さあこれめっちゃ入ったな。お盆臭いな。これは素直に草結びでいいと思うんですよね。裏にだってまずラオスに引けない、テラスタル切る分にはぶっちゃけディンデに切ってくれる分には問題ない。で草結び避けるためにも引けるのは多分あいつぐらいなんで、無限大なぐらいなんで、とりあえず草結びでいいと思う。オッケー、引っ込めたってことは無限大なっすね。無限大なは、まあ、とりあえずこいつの技構成次第ではあるけど、けどバドネックス取った方がラオスの処理簡単か。サイコショックから入りてえけどな。ラオスの処理をラオスで見るのはあまり得策じゃないんだよな、マジで。でかといってこのタイミングで毒毒入れられるのも嫌なんで、こっちのラオスもぶっちゃけ切っちゃっていいんじゃないかって思ってる部分はある。いや神だろ、毒毒来ないだろ、火炎放射かダイマックス砲じゃね、違う。お、下半身タイガースさんチームプレゼント、ありがとうございます。頼む、毒毒はやめて、毒毒はやだ、毒毒はやだ。あ、オッケーオッケー、よーよーしよしよしよし、相手これ引けないよな。なんかアタッカー臭いもんな、ヘドー爆弾は。引けないよな、ムーホ飛んでくる可能性大だもんな。マジフレ。あ、だよね、オッケー。さすがに引けないよ。さあ、もう一回ヘドー爆弾来い。あ、オッケー、よし。で、何も引けないで。あ、まあまあまあ、まあまあ、許そう。仕方ない。マジフレ打って、こっちの痛み明けの回復量をできるだけ増やしましょいみたいな話です。さあ、どうだ？あ、引っ込めた。待って、誰来る？ディンヌか。さすがにディンヌか。ああ、だよね。ディンヌも使い道ないもん。けど、これぶっちゃけディンヌに倒される分にはそんなに問題ないんですよ。
だけの無法でいいっすね。このディンルーにテラストバは消えないだろう。直帰だね。お盆かと思ってたけど直帰っす。さあ、いや相手の無限大なこだわってそうなんですよ。ラオス神子で一回引いたら多分相手の無限大な素早さ負けてる可能性の方が高いんで、例えばこれ使い勝手悪いんで、これはもう多分素直に突っ張っていいと思うんですよね。痛み分け、あ、オッケー。悪ジェカが入ってきたのであればこっち、いやこだわってどうだ、いやなんかパンチブローっぽいんだよな、なんか相手のパーティー見た感じ。悪ジェでこだわってんのかな。いやそれはないだろう、こだわってるかな。バドから出して、いやそう多分こだわってないと思うんですよ。バドから出して引いてもいいようにサイコショックから入るか。ぶっちゃけ悪だくみ詰めればでかいっちゃでかいんですけど、いやサイコショック耐えるなこいつ。助けだったら別に関係ないけど、うーん悪だくみ、あー引かねえか、引かねえか、さすがに引かねえか。タスキか、タスキなのかお前、タスキか、タスキはやだな、タス、いやタスキか、いやタスキか、じゃあ殴ってればよかったな。けっ、いやーそうっすね。これだってもう、だって何でこだわってももう裏取れないんでね。いやーこれは可能性としては草結びから入って、草結びやっちゃう、サイコショックから入っていいや、サイコショック、サイコショックで倒して、で無限ダイナと対面して、無限ダイナが意地でもテラスタドを切ってきて、ラオスの打点も入るようにするっていう、それが勝ち筋でした。うん、シンプルにもう俺の多分正しい判断ができてないんでダメっすね。弱いな、スカーフか、スカーフか、それとも普通のやつか、メガネにし、メガネっていうか多分普通のアタッカーにしては弱いと思う。スカーフかな、まあいいや、これは負けっすね。いやーまあ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 、いやパーティー魔改造するかけど、は魔改造するんだったら早い段階の方が絶対いいですもんね。このままだともう勝てない、勝てないというか3桁いけないんで、いじります。はい。